雨部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では173番目に置かれる。雨字は空から地上へと降ってくる水滴である雨を意味する。天に歩くもの間から水が落ちてくる様子にかたどる。また同士として雨などが降ることを意味する。変貌の糸としては気象や天候に関わることを示す。多くは冠の位置に置かれ。 上下構造を作る。雨部はこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。雨の中の水滴を表す4つの筆画には、異が見られる。印刷書体において、後期辞典は単体の雨は4つの点、冠の雨は転写の字型に基づき、雪のように4つの短い横角を採用している。日本及び中国ではこれに従っている。 一方、台湾の国字標準自体、香港の常用アザ字ジ形表は、会所の字型に基づき、短い点、羽左払い右払いの形を採用している以降で、ないとこれに対応しておらず、それ以前の番では、後期字転体で表される。雨44。ありがとうございます。